ちょっとあの半袖半ズボンとか、ピアノじゃないや、キーボードの位置とかいろいろあの変なところはいっぱいあるんですけども、とりあえずその1ヶ月ぐらいですね、おじさんがあの練習したんで、どこまで弾けるんだったのっていうところをちょっと、撮影していきたいと思います。本格的な練習じゃなくって YouTube でですね、初心者向けの動画があったんで、ちょっとそれを見ながら練習してみました。なんであの、曲丸ごと頭から最後までというところまでは全然できてなくて、まあちょっとだけと、いうことなんで、曲の一部だけをちょっと勉強してみましたと。で、曲は松任谷由実さんの春よ来いのところで、まあ右手と左手、まあ両方使ってあの弾いてみるというのをちょっとやってみたいと思います。あのファーストテイクみたいに一発撮りで多分いかないと思うんで、まあ、多分失敗しながらだと思うんですけども、一応最後までちょっと弾いてみたいなと思います。では行きます。